汗をかきましたんで。まだか。次はですね、しっとりとしたワルツでもお届けしようかと思います。ありがとうございます。よく働くね。父もですね、この次の曲は母からの便りという曲なんですけれども、父も、日本語のカントリーのアルバムを出した時にこれを、最後の曲として歌っております。はい、そうです。はい、この間しめさんのバースデーのライブがあったんですよ。しめさんのあのいちごジュース、さっき歌ったあの曲をですね、もうジョーさんが歌ったの、またもうそれが、めっちゃくちゃ良くて、本当いや本当 DNA ってこういうんだなって思いましたよ。すごく良かった。うん、すっごい良かった本当に。それはどうでしょうか。いやいや、ニコちゃん、高校1年生になりまして、高校 の、 軽音楽部に入ってですね、今バンドを組んでるということで、ここでやっぱボーカルをやってるんで、すごい、もうね、容姿も足の長さこんぐらいぐらい最初危険だいやいやいや、そう、それでボーカルやってるっていうんで、ここのとこ2年ぐらいですね、ちっちゃい頃は僕のバースデーライブも毎回来てたんですけど、中学2年3年ぐらいからもう来なくなって、もうずっと来なくなったなと思ってて、もうあんまりバースデーライブも面白くねえなと思ってたんですけど、軽音楽部入ったっていうことで、ちょっと度胸試しに何か一曲歌ってみればいいじゃんって言ったら、うんって言うんですよね。いや、嫌だって言うだろうなと思ってたんですけど、それでまあそういう運びになりまして。バカ親でございます。さあ、そんなこんなで母からの出会い、私も本当これも前も話したかもしれないんですけど、遠く離れて暮らしてる頃によく母から心配して、私本当料理とかも全然できなかったんですけど、もうそうしたら母はレジの仕事をしてるんですけど、レストランとかのね、で暇な時にそのレジの伝票の裏にこういろんなメニューを書いて、1まず皮を剥くとかもうバーって殴り書きで書いたのをもうこのぐらいですかね、手紙を送ってくれる時にその料理のメニューをその伝票の裏に書いて送ってくれたって言ってそうなんですよ、ちっちゃいじゃないよ涙もろくてでも捨てられなくて、もう結構その茶色くなっちゃうんですよ、髪がでそう、もう薄くなったりこうしてますけど、聞いてもらいましょう、母からの便り。母から便よ
と思います、はい、これは、アラン・ジャクソンと、なんとかそう、リアン・ウォーマックリアン・ウォーマック、はい、リアン・ウォーマックテルディエン、最後の最後まであなたを愛し通すわよっていう感じ、ねえ、なんと素敵な曲でしょう夢と幻想の世界みんなで旅立ちましょうテルディエン戻ってまいります。ボーカルギター、ジュネ。そして坂本
よしー、ありがとうございました。戻ってきます、戻ってきます。結構明日京都来ていただいてもいいですか。そうです、そうです。皆さんあのお時間があったら京都明日は、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。その後の西宮でも、ね、まあ来ていただいても全然もう遊びに西宮ですね、はい、よろしくお願いいたします。今日は本当にどうもありがとうございました。最後はね、子守歌になりますよ。ララバイ、これも綺麗な、ね、デュエットハーモニーです、はい、聴いてください。When I was a little bitty
張りました。ここまでくれました。ラスト点ぐらいかな。まあ、健康診断ですね。まだ気にしてる。結果がもうすぐ出るんですか。あまり血糖値を上げちゃいけないってことで、低血糖を維持する歌をですね、歌いたいと思います。低血糖維持。Sun in your own ears, drive you crazy.